岸田総理大臣は行政手続きや災害時の住民支援などでデジタル化を進める福岡市を訪れ、優れた事例については全国に展開したいと強調しました。内容を確認いただきましたら、再度下にあります指示保存して次へ進む、こちらのボタンを押してください。はい、よろしくお願いします。はい、岸田総理は実際に福岡市で利用されているオンラインでの引っ越し手続きなどを体験し、利便性を実感したと述べました。有料事例を実現するシステムのカタログ、これを来週にも公表し、そして全国に早急に横展開する。岸田総理は地方自治体への交付金などの支援策を拡充しつつ、全国的にデジタル化を進めていきたい考えです。